こんにちは。はじめまして、前田敦美と言います。今日は私が副業でやっている通信事業についてご案内させていただきます。そしてその前に簡単に私の自己紹介なんですけれども、私は現在バツ2でございます。今何の仕事をしているかというと、お絵描きをしながらコスプレをして歌を歌ったりするライバーという仕事をしているんですね。で、それとは別に副業として MVNO 事業をやっております。で、それがどういったものかというと、昔ですね、ショルダーフォンっていう NTT が出したのでっかい電話、持ち歩けるでっかい電話、これを広めた人が今すごくお金持ちになってるんです。聞いたことあります？で、この時広まった回線が MNO と呼ばれていまして、私たちがやっている事業は MNO ではなくて MVNO と呼ばれています。この MNO と MVNO の違いを某アニメキャラの声真似で説明したいと思います。それでは MVNO 事業についてご説明しますね。 MNO とはモバイルネットワークオペレーターの略で、日本ではドコモ、au、ソフトバンクの3つのキャリアのことを言います。この3社は自分たちで携帯の回線を作り、その回線を使ってサービス提供しているんですね。それに対して MVNO は間にバーチャル、つまり仮想という意味の V という文字が入っています。どういうことかというと、これはドコモ、au、ソフトバンクの回線を借りてサービスを提供しているということなんですね。ここまでは大丈夫ですか？総務省のホームページにモバイルビジネス活性化プランとあるように、今国が MVNO 事業に参入しませんかって進めている状態なんですね。でなかなか進まないから、もう個人の方でも、もうどんどんやりましょうっていう流れになってます。私もこれを友達に言われて始めたのが先月なんですけれども、1ヶ月ぐらいですね。でその1ヶ月でもうすでに2万円の収入を作ることができました。これすごい簡単でした。通信利権っていうのが、広めた回線が使われていく限りずっと入ってくる収入なんですね。なんで私は今2万円ぐらいなんですけど、この2万円っていうのは来月も入ってくるし、再来月も入ってくるんですよ。これってちょっとすごくないですか？もう何にもしなくても入ってくるって、もうすごいなって私思ったんですね。私もこれから頑張ってこの収入をどんどん伸ばしていこうと思いますので、この事業に興味がある方、一緒に頑張ってみませんか？概要欄に私のインスタを貼っていますので、興味がある方は DM をください。直接やり取りをしてご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、何も加工がない状態で、もう背中に汗がすごい湧いてるような状態なんですけれども、最後までこの動画を見てくださってありがとうございました。また動画がアップできたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。失礼いたします。